治安維持法。これはあらゆる思想犯、政治犯を独立運動であるとか、あるいは社会主義運動をやるとか、そういう人たちを捕まえるためにできた法律ですね。それに彼も、理由をつけて逮捕されました。で、判決の主文は被告人、ユン・ドンジュを、懲役2年に処すと書いてます。2年間の懲役でした。で、彼はこの判決を受けて福岡刑務所に移されます。で、亡くなったのが1945年、2月16日です。解放まであと4ヶ月ですよ。あ、5ヶ月だ。5ヶ月になる。そういう大変残念な結果になりました。